はい、バテナコモナです。今回はですね、うちのメニューで人気の自家製レーズンバターかっこアルコール強、こちらね、ご紹介していきたいと思います。では行ってみましょう。はい、では先ほどのレーズンバターをカットいたしました。こんな感じで形は不揃いで申し訳ございません。アルコールがかなり効いているので万人受けはしませんが、お酒が好きな方にはかなり人気のレーズンバターでございます。はい、では試食していきたいと思います。めちゃくちゃ美味しいです。自分で言うのもなんですが、めちゃくちゃ美味しいです。うちのオープン当初の10年前からですね、本当人気メニューで、お酒弱い方はねちょっと苦手かもしれないんですけど、お酒好きな方にはもうめちゃくちゃハマると思います。リピーターの方もすごい多いですし、僕もかなり好きな味です。普通レーズンバターってアルコールを飛ばしてラムレーズン作ってから作ると思うんですけども、うちのやつはねもう40度のアルコールをそのまま練り込んで、もアルコールかなり強いレーズンバターなんで、万人受けはしないと思うんですが、届く方には本当届くと思うんで、ぜひ一度お召し上がりいただきたいと思います。はい、というわけで今回の動画は以上で締めさせていただきます。次回の動画でまたお会いしましょう。チャンネル登録、グッドボタンもぜひよろしくお願いします。本日も最後までご視聴ありがとうございました。